服の中にオレンジ色の変わったキャラクターがいます。これはディビアンツといって、この世界でいろいろ悪さをするいたずら好きです。このディビアンツを懲らしめるためにプレイヤーはバックタッチを使って操作します。まず1本の指で本体の後ろを触ってみましょう。触ったところのフィールドがせり上がり、まるで山のようになってディビアンツをコロコロ転がすことが可能になります。 NGP にはのバックタッチは5インチの UTL ディスプレイと同じ幅、非常に大きなサイズのタッチパッドが搭載されていますので、ユーザーがの指の場所とゲームの世界を1対1で対応させて、まるでゲーム世界の触りたいところをユーザーが思ったままに触るような操作が可能です。さらに後ろをこうやってタップしますと、その衝撃波が伝わってキャラクターをジャンプさせて障害物を越えたりと、そういった操作も可能になります。さらに指を2本使いますと、こうやって指が汗かいちゃう、より大きな山を使って複数のディビアンツを同時に動かす、そういったことも可能になります。でフロントタッチでちょっとカメラを通して、さらにフロントタッチとバックタッチを両方使った操作をします。親指と人差し指を使います。画面を2つの指を使って挟み込む形でディビアンツをつまんで引っ張って離すと、パチンコのように飛ばすことが可能です。こうやって止めてパチン、このようにバックタッチを使ってキャラクターや世界に触る、なぞる、転がす、それからつまむ、引っ張る、思いのままにこの世界、キャラクターと戯れることが可能となっているのがご覧いただけたかと思います。まさにゲームの世界が手の中にあって、それを直接触ると、そういった感覚、これはこれまでになかった全く新しいゲーム感覚が実現できていると思います。いかがでしょうか。